玉那覇直哉のパイロットになろう、今週も始まりました。番組 MC の玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞いたし、航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に、有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は株式会社 L、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古からお届けいたします。本日はいつもの FM ギノワンのスタジオから飛び出して、出張放送というスペシャルバージョンです。東京飯田橋ナビコブアビエーション株式会社からの放送です。そうです。1月13日の放送でご出演いただきましたナビコブアビエーション玉中社長の本社からの放送です。先日の放送では玉中さんのユニークかつ大胆なご経歴をお聞きいたしました。そしてその玉中さんをご紹介していただいたのが同じくナビコブアビエーションの梶原さんです。梶原さんには昨年12月2日にご出演いただき、元航空局エンジニアとして長年勤務されていたお話や、エンジニアの世界をユニークな語り口でお話ししていただきました。今日はその玉中さんと梶原さんのお二人にお越しいただき、日本が誇るナビコムアビエーションの素晴らしい装備品、そしてそれらを開発する裏話などをお聞きしていきたいと思います。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。はい、ここから2分 CM です。2分ですね。はい、なので、4分18秒。4分18秒ね。そうです。2人で出る方が緊張しませんか?1 人の方が気楽ですよね。スタジオでやって、リモートでやってる時の雰囲気とまた違いますよね。そうですね。そうですね。ああなんか看板背負ってる感じがしていや、背負ってるんですよ。そのために来てますからね。なんか変なこと言うと、後でまたいじられると思う。この間の番組の反響どうでしたか？あ、非常に、まあ、途中でね、そうそう。あれですけど、でも結構みんな見ててね、あ、面白かったねって言ってくれましたよ。うん。よかったです。いや、本当あの時は、よくよく考えたら、梶原さんの時にもね、固まった状態だったりとか、そうそうね、その時には途中で衛星だったので、もう今回はもうね、これは直接こっちに来るしかないと思って、時間調整していてありがとうございます。なので、はい、今日はこのバカですよ。CM なのでこれはあれですよ。地上波の音声だけでは CM 流れてますけど、ね、YouTube 上は全部流れてますので、ね。この間教訓になりました。見ました。この間にこれ説明してもいいかもしれないです。これの放送が、あれです。3月3日です。はい。ひな祭り。ひな祭りですね。バレンタインデーの収録で、放送はひな祭り。私は3月9日誕生日なんですけどね。カルカアピール。カルカアピール。いや、今日はもういろんなものをお持ちいただいたので、あちらにはサティフィケートもなんかどうにか、後でカメラをちょっと動かして、お見せしたいですよね。そうですね。一応基本はこのカメラを設定したので。では10秒。はい、皆さんお待たせしました。CM 中で映像をご覧の方はもうある程度話を聞いたと思うんです。こちらは今ですね、東京の飯田橋で、放送がですね、収録が今日は実は2月の14日、バレンタインデーということで、はい、皆さん今見ていらっしゃるのは3月3日の放送でございます。実は前回、梶原さんもそうですけども、玉中さんもそうですけども、私たちのその放送のちょっとミスがありまして、大変ご迷惑をおかけしてしましてですね、これをぜひリベンジさせてくださいというところで、もうわざわざ時間を設定していただいて、お邪魔することになりました。今日は本社の、飯田橋の本社から、お届けしたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。ではですね、こちらのテロップの方にはですね、会社紹介というところでお話しますけども、自己紹介を含めて、会社紹介の方でお伺いしたいんですけども、じゃあ、玉中社長の方から軽く自己紹介の方、よろしくお願いします。
自己紹介ですね。まず自己紹介です。はい、まずは自己紹介。玉中と申します。玉中さんと一字違いでございます。非常にこう他人と思えないですけどもね。ナビコムアビエーションという会社を設立いたしまして、16年、この3月末で間もなく16年になります。で、私自身は大学時代からグライダーやっておりまして、滑空機の事業用と、あと飛行機、陸上単発の自家用というライセンスを持っておりまして、今も現役で飛んでおります。で、飛行時間は大体2600時間ぐらいになります。アマチュアの方では多い方だと思います。そうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、梶原さん、去年の12月以来ですけども、はい、そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梶原さんの方からも、はい、自己紹介します。ナビコンアビエーションで、本来私は宴会部長っていうのが一番得意な分野なんですけれども、今はこのご時世でですね、なかなか宴会ができないので、仕方がないので、まず品質保証部長っていうのを担当しております。ちょうど1年前ですかね、航空局の方、辞めまして、その後、2ヶ月と就職活動をしたときに、こちら、ナビコムの方でですね、まだ、ですので、10ヶ月ちょっと、になりますけれども、こちらで、仕事させていただいております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、お二方もね、前回、番組見ていただいたときに、やはり、お話しされる内容が、聞きたい内容がものすごくある中、時間が限られていたので、今日はそのあたりもね、もう一回、振り返ってですね、お聞きしたいんですけども、もうそれこそ今おっしゃった、航空局を退職されて、この民間に来られるというのは、すごく珍しいタイプだよね、珍しい方法だよね、とお話しして、で、実はそこをもっと深掘りしたかったことがあったんですけども、橋本さん、お聞きしたいんですけど、いいですか？どうぞ、どうぞ。はい。要は、航空局を辞められて、その、このナビコムアビエーションを見る前に玉中さんいらっしゃいますので、あれですけど、どうしてこの会社を。辞めた理由っていうのは確か前回お話しさせていただいて、はい、その後、そうですね、2ヶ月ほど就職活動をして、正直、社長の前であれですけど、何社か、受けたんですけれども、実は私、辞める前にですね、長く、航空局で広報システム、ナビゲーションというよりも、それから通信システム、コミュニケーション、ナビゲーションとコミュニケーションというのは、最後、航空局を辞める前、私のライフワークみたいな、何社か受けた中でもですね、どういうわけか、ナビゲーションとコミュニケーションのちょっと名前を冠した会社があると、実は10年前、今から10年ぐらい前にも、ちょっとご縁、こちらの会社とご縁があったっていうのはあったんですけれども。そういった意味で、ちょっとこれはなんかの運命かなと、ナビゲーション、コミュニケーションというのがあってですね、ちょっとこちらの会社の方で、他の会社がどうなったかっていうのは、極秘事項なんですけれども、こちらの方でお世話になることにしたっていうのが理由ですね、はい。なるほど。ありがとうございます。確かに、ナビゲーション、コミュニケーション。これ、玉中さん、前回ね、はい、前のその電機メーカー、の経験があって、はい、でご自身 の, その飛行機を乗ってグライダーを乗って、そういった自分のバックグラウンドで新しいその機械を作ろうと。前回お聞きしたのはそのいわゆる車のカーナビっていうのを飛行機につけることによって安全だよねっていう、今振り返ってみると当たり前のことが当時はめちゃめちゃ画期的だったと思うんですけど、ね、そうですね。ですよね、ええ、それはこのいわゆるナビゲーションでありコミュニケーションでありそれがやっぱり飛行機に入るとものすごく安全性が広がるっていうのを、考えたとしても実装実行されて、ね、会社を起こされたっていうことまでお聞きしたすごい素晴らしいことなんですけどもこのあたりを今日は徹底的にこの目の前に、皆さんカメラで見えますかねたくさんの装備品があってですね、そういったのもお話をお聞かせしたいと思いますけどもそもそもその会社、はい、前回お話足りなかった会社の紹介をお願いいたします。 ありがとうございます。はい、このナビコムアビエーションという会社ですけども、前回も少し話したかもしれません。私、学校出てからパイオニアという会社にずっと入っておりましてね、全然、関係ないオーディオの仕事をやってたんですけども、年38になった時かな、子会社のパイオニアナビコムという会社があって、そこで、航空事業を始めたというのがきっかけです。うん、で最初やっぱり航空事業をやるにあたりましてね、いろいろと、業界のことを自分なりに勉強してみました。で、そこでですね、やっぱり印象に残ったのが、
CNS というこの3つのキーワードなんですね。CLS。CNS ですね。CNS ですね。でこれはですね、はい、国際民間航空機関の ICAO、はい、ここが提唱するですね、ファンズ計画というのがありまして、その中での、やはりインフラの基礎となるキーワードになってたわけです。うん、今、梶原の方がですね、ナブとコムが一緒になった名前の会社だっていうふうに言いましたけども、うん、もう一つですね、S のサベランスってのがあるんですね。うん、CNS はそれぞれ、通信、いわゆるコミュニケーション、それから N はナビゲーション、広報、うん、それから S はサーベランス、すなわち監視、うん、この3つのインフラで成り立っているということなんです。で、これをやはり、拡張させていく、これをどんどん新しくしていくというのをこの会社の理念にしようということでですね、うん、それで、この CNS を発展させようということで、始めたのがこの航空事業だったわけですね。で当時、始めた頃を振り返ってみますと、ちょうどカーナビゲーションが世の中に出る頃だったので、この事業のスタートっていうのは、ヘリコプター用の、カーナビのようなものですね。うん、我々マップ装置、地図情報表示装置というふうに呼んでますけども、これを開発するところからスタートしております。あと我々やっぱり、ね、私自身がこう強く思ったのはやっぱりアメリカっていうのがどうしても航空先進国、うん、でアメリカにはいろんな小さい会社から大きい会社から航空関係の会社たくさんあります。うん、で小さい会社の中にはですね、うん、社長がパイロット、営業もパイロット、技術もパイロット、そういう会社がやっぱりたくさんあるんですね。で技術の人間が自分で飛びながらこう開発してって、それを自分で検証して、うん、悪いところを直してと、うん、で出来上がった製品は営業が実際に飛行機に積んで飛びながら、お客さんは空港にいますから、飛行場とかね、はいはいはい、ますからそこに行ってそれをこう営業してくると、はいはい、で社長も当然好きでパイロットで、はい、そういうのを奨励すると、そういう会社を目指したいなと思ったんですね。もうそれこそ玉中さんがご自身でパイロットで、しかも社有権持ってらっしゃって、実際の開発された装備品を搭載されてテストすると。そうですね。もうそれこそアメリカの航空業界を日本でやった、冒頭に説明した日本を代表するっていうのは、もうそういうことでもあると思うんですけども。この16年でね、社有権も2機に増えまして、パイロットも、整備1名含めてですね、やっぱり11人だったかな。今29人の会社なんですけども、半分、3分の1以上が航空従事者なんですね。うん、ね、だから私の理想に近い会社にだんだん近づいてきてるなという感じがいたしますね。はい、そんな、面白い、ちょっと。面白いですね。会社です。はい。梶原さんはね、前回お話伺った時に、その航空局のエンジニアというところでお仕事されてて、ただその中でもいろんなお仕事されたじゃないですか。その空港でのいわゆる技術官としての ILS の整備だったり、またまた飛行機に乗って、検査をしたりとか、もういろんな仕事をされていたので、今のこの玉中さんのお考え、その航空従事者、に近いような、もういろんな視点を持ったというか、それこそ航空従事者とお仕事をしている経験があってこの会社に来られたときに、やっぱりいわゆる民間のこの活力というか、その玉中さんがアメリカに、には普通にあるような会社を日本で立ち上げて、その辺はすごく感銘を受けたんじゃないですか。そうですね。まあ、感銘を受けた、もちろんそうなんですけど。前にいた、最後の何年間っていうのはですね、うん、私も、さっきご紹介いただいたように、航空従事者ではなくても、長いことその飛行機に乗っている仕事をしていたので、実は最後 の10年間ぐらいは、その経験化して結構飛行機のこと分かってるよっていうような、ふりをして仕事をしてたんですよ。で、こちらの会社に来ると、ほんとに3人に1人が航空従事者っていうことで、今僕は小さくなって、肩身の狭い思いをしながら、それほどうちは、そういう飛ぶっていうことに関しては、人材に溢れた会社だなっていうのは、確かに実感してます。航空従事者っていうのは、いわゆるパイロットもいれば、整備士とか、はい。そうですね。整備士はね、1名だけなんですけども、その整備士も、
自家用操縦士持ってますから。珍しいですね。その方々が、じゃあ実際に、開発に関わっているんですか、はい、開発の人間もいます、営業の人間もいますし、はい、これ一つの商品が、製品ができるまで、もうざっくりでいいんですけど、どういったステップで作り上げていくものなんですか。すごい、ものすごい数ありますね。これ後からちょっとご説明いただくんですけど、ね、うちは小さい会社なんでね、こうハードウェアを、こう製造するような能力がなかなかないんですけども、まあ、出来物のハードは買ってきて、うん、どっちかというとソフトウェアを開発するのがメインですね、うんうん、でやっぱりこう仕様を決めて、うん、それからやはり、こう航空従事者パイロットに使い勝手のいい、うん、仕様にするにはどうしたらいいかってみんなで検討を始めましてね、うん、それで、大体のこうアウトラインができたら、それから開発に入るんですね、うん、まあ、実際に例を取りますと、このマップ装置、うん、まあ、ヘリコプター用のカーナビですね。ヘリコプター用のカーナビ、うんうんうん、でカーナビそのものだとね、やっぱり航空用ではちょっと使い勝手が悪い部分もちろんたくさんあります、うん、昔はGPS 単独測位だったから、結構それを飛行機乗せて使ってる人たくさんいたんですよね。うんうん、今はもうそんなのは乗せさせてもらえなくなりましたので、うんうん、やはりこう地図でも空域ですね、うん、航空交通管制圏だとかね、うんうん、特別管制区だとか、まあ、いろんな空域があります。はいはい、そういったものをこうやっぱり表示する。はい、でカーナビだと、道から外れると強制的に道に乗せちゃうマップマッチングってのがあるんですけど、はい、踏んだらもうとんでもない話でいらない機能ですね。であと、もうカーナビっていうのは、車速センサーとかね、そういうのを取って、やって、GPS はそれを補正するためだけのものなんですけど、うん、空飛ぶ場合はもう GPS 無理ですよね。うん、それと根本的には違いがありますんでね。うん、そういうのをこう、作ってく、るわけです。で、航空機に乗せる製品っていうのは、うん、どうしても航空局の承認が必要となります。はいはいはい、ですから、そのソフトウェアの開発の初期の段階から、うん、航空局の担当官と調整をしながら、うん、こういうものを作っていくんだよ、はい、一個一個ソフトウェアのこう開発のルーチンをですね、うん、チェックしてもらわなきゃいけないんですね。ああ、これ出来上がりましたじゃ遅いんですね。遅いんです。もう最初から、こういうものを、こういうのを作りますから始まって、はい、それを一つ一つ確認しながらしないと無駄になっちゃうってことですか。で、それがソフトウェアのバグで、上で飛んでいるときにこれが止まってしまったら、どういう影響があるのかと、うん、で例えばオートパイロットとかですね、 TCAS みたいな衝突防止装置とかね、うん、そういうものでバグがあったりしたら大変なことになりますよね、うんうん、いわゆる737の MAX とかね、うん、ああいうものでもちょっと問題になりましたね、うんうん、はいはい、でそういうクリティカルなものから、うん、まあ、こういうマップ装置だったらね、うん、止まっちゃってもそれほど大きな影響ないなと、うんうん、その影響度合いによってカテゴリーがやっぱ違うんですね。これなんかはまあ比較的だから緩い方ではあるんですけども、でそういうことで、担当官とずっとこう調整をしながら、うん、大体1年以上はかかりますね、やっぱりもっとかかる、ね、もっとかかる、2年ぐらい、2年越しぐらいだかな、はい、これをじゃあ前提として、その先バグが出るっていうのを前提なんですか。何かのバグは出る、完全にバグはゼロではないっていう、うん、いやその通りですね。それをいかに小さくするかっていうのが、うん、ソフトウェアを含んだ装備品の開発の肝っていうことですね、うん、でどこをどういうふうにきちんとこう確認したかって、そういうレギュレーションみたいなものがちゃんとありましてね、それに沿ってチェックが入るわけです、うん、でちなみにこの、NMS-01S っていう我々がナビコムアビエーションとして最初に開発したマップ装置なんですけども、うん、これも担当航空局の担当やってくれたのが当時の、装備品係長の梶原さんです。あら、あら、梶原さん、なんかいろんな癒着がこれ、これを検査したんですね。そうなんですね。約さっき言いましたその、1年、2年ぐらいかかりましたが ね、これちょっと質問いいですか。はい、日本初じゃないですか。初めて機械、まあ、GPS もカーナビはそれを合体させた初めてのっていう時に、その航空局の立場としてですよ。だって今までないもんですよ。うん、ないものを、何を根拠に、これはこんな風にした、あんな風にした方がいいっていうのは、どっから出てくるんですか。
そうですね、まあ、大きなところでは、やはり、うん、まあ、安全、まあ、要するにその設計が飛行機として飛んでも安全かどうかっていうところの、審査基準っていうものはですね、あります、大きなところでは。で、特にさっき社長が申し上げたように、この下がソフトウェアを組み込んだ、機材ということになるので、またそのソフトウェアを組み込む場合は、日本というのは世界的なガイダンスがあって、そのガイダンスに従って、先ほど言ったバグを、極力取り、まあ、できるだけ可能な限り取り除いて、まあ、そういう開発がこの会社で行われているかどうか、実はこれ本当に、初めて、おそらく初めてですよね、航空局として承認するのは初めてだったんですけど、初めてだから経験だからって申請を却下できないじゃないですか。あ、はいはいはい、極めてチャレンジングだったんですけど、で、まあ、そこからまあ私も非常に勉強させてもらって、で、まあ、こちらの会社に何度も、来てですね、で、まあ、監査をして、そういうチェックをしたり、審査をしたり、2年ぐらいかかりましたよね、本当に。で、その後は私、名古屋に別の仕事をしてしまって、最後、思い出すのはその、人事堂で名古屋に行く直前に、これの設計承認というか、ちょっとありますけど、それを出して、で、その後はちょっと10年弱ですかね、じゃあ、ナルコムさんとの、まあ、我が社との、何で言っていいのか分かんないですけど、ね、間はちょっと途切れてしまったんですけど、はいはいはい、まあ、今もまあ、それが当時の承認をモディファイしながら、製品として使われているっていうことですね。ってことは、本当に初めて何か作る、やるっていう時に、航空局に行っても、ちゃんとやっぱり、変な話、対応してくれて、それに向かって、まあ、実現するようなことをやるんですよね。なんか、すごく、世間の印象は、その、新しい、国というのは新しいことを、なんかしづらい雰囲気があるんですけども、それを果敢にチャレンジされた玉中さんの、この新しい装置。まあ、そもそもこれは航空の安全のために、絶対必要だからってところについて申請されたと思うんですけど、そこはちゃんと基準に従って。そうですね。いや、そのまあ、自分がやることよりも、ものすごい熱意で、航空局に来られた社長がおられて。わかります。その印象は僕が、再就職活動をするときにも、もっとこう印象が残っていてですね。あそこかっていうようなところですね。うちもね、昨年、その品質保証の、こう管理職欲しいっていうことで、募集出しておいたらね、梶原という人を応募してきたわけですよ。なんだろうねっつって、で、履歴書を見たら、まあ、ぶったまげましたね。なんだこれは。いや、この人は、もう面接もクソもいらない。いいんですかね、そんなこと。いうぐらいな感じだったね。いや、わかりますよ。だって、我々がそのシミュレーターの、その認定取るときにも、確かに日本はずだったので、そのあたりもすごくやっぱり、真摯に対応していただいて。本当に勉強させていただきます。ちなみにこれ、一般の方が分かりやすく言うと、まあ一般の方だと車のカーナビ、はい、携帯のナビっていうの分かると思うんですけども、これが航空、まあヘリコプターになると、どういった情報が出てきて、今なんかパソコンを持ってらっしゃいますけど、そういったパソコン上に、航跡が移っていうのができるっていうことですか、これは。そうですね。まず、時期位置が出ます。うん、で、航空でやっぱり必要なのはね、うん、目的地を入れたら、うん、そこまでが、何マイルでどっちの方角で、うん、あと何分で到着するのが分かれば便利ですよね、うんうんうん、それはもうマップ上で一目で分かる、うんうん、でそれプラスですね、うん、まあ、今からお話しちょっと思ってたんですけども、うんうんうん、その CNS の3番目の S、いわゆる監視システムということで、はい、動態管理システムっていう、システムを我々開発してるんですね、うんうんうん、これは全国の消防防災ヘリコプターで、うん、もう標準装備で使っていただいてますけども、うんうん、今、玉田さんおっしゃったようにですね、うん、飛びながら GPS のデータを地上に伝送して、うん、で地上のパソコンでですね、このヘリがどこ飛んでるのかっていうのを常時こうモニターできる、そういうシステムもにも対応してるわけですね。で地上からメッセージを送ったり、上から逆にメッセージを送って地上でね、今救助者発見しましたとかね、そういうメッセージを送ったりというのはできるようになってるんですね。なんかあれはニュースで聞くと、パイロットがなんか無線で、そういう連絡をしているのかなと思いきや、実際こういう装備を使って情報の伝達ができるということですね、はい、そうですね。今消防防災ではもうこれ標準ですね。これ最初に導入したのは東京消防庁なんですよ。
で東京消防庁ってのはあの東京都なんですけども、うん、東京都って意外と広くて離島を持ってるわけですね。確かに、うんうん、小笠原まではちょっとワンレグじゃ飛べないんですけども、うんうん、例えば八丈島あたりまではしょっちゅう飛ぶわけですよ、うんうん、で夜間に八丈島で急病人が出た、うん、本土まで運ばなきゃいけないっていうと、うん、やっぱり東京消防庁が夜間緊急搬送とかやるんですね、うんうんうん、抵抗をですね、うん、あの夜間有志会とは言いながら、あ、まあ非常に危険なフライトですよね、うんうん、で、低いところを洋上飛ぶから、あの無線も届いたり届かなかったり、コミュニケーションギャップが発生するわけです、うんうんうん、でこういうものが必要だっていうことで、うんうん、非常にニーズは強かったんですね。確かに、うん、それであの我々これを開発したんです。そもそもこのさっき航空局にこういうことを作りたいんだっていう時に、うん、そもそもの製品のコンセプトですね。今回こういうのを作ろうっていうのは、田中さんご自身の経験、まあその、会社のスタッフの経験で、こういうのがあると安全だよね、便利だよねっていうのから発想で来られるんですか？そうですね。これに役立ったのは、元パイオニアナビコムっていう会社にいた、そのおかげで、パイオニアナビコムでは、その車両ですね、地上の車両用の動態管理やってたわけです、実際。ただ、それは、携帯電話のネットワークを使ったりね、いろいろ、地上無線の波を使ったりで、うん、やってたんですけども、うんうんうん、航空になるとね、うん、この、まあ、もう一つのコミュニケーション、うんうん、通信が非常にね、限られてきてる、うん、これが非常に難しかったですね、うんうん、何を使えばいいのかと、うんうん、携帯電話が全然使えないですからね。確かに、確かに、まあ。そこで出てきたのは、やっぱりこれ、衛星通信使うしかねえと。で衛星通信とこのマップ装置との組み合わせで、うん、この動態管理システムというのを構築したわけですね。はあ、やっぱりじゃあこれも前職の前の経験のものが生きてるってことですね。はい、生きてますよ、はい。これすみません、ちょっと私このラジオやっててね、今までたくさんのゲストの方にあの話を伺ったときに、皆さんやっぱり共通してるのは、今のポジションに着くまでのその前の経歴が必ずリンクしてるんですよね。うん、でこれが直結してる人もいれば、ものすごく迂回してる人もいて、でもみんなそれぞれ、あの時あれがあったからこれがあったんだっていう、多分玉中さんのその今までのご経歴があって、これが生まれたわけですよね。そうですね。ってことですよ、この装置の数々。ね、これ、後で、これなんかすごく気になる、これなんかトランシーバーっぽいんですけども、後でちょっとお聞きしたいんですけども、一、はい、回 CM を挟んでから、はい、じゃあこれのお話をお聞きしたいと思いますので、じゃあ CM に。入ります。はい。信号どうだ？消えた消えた。よし。30秒ですね。なので、30分30秒。これは流しますけど、次、開けた後に、じゃあ、この。製品の紹介。イリジウムか。イリジウムですね。はい。いっぱいありますよ。これできるだけ、はい、ご紹介したいと思います。うん、あと この辺のお話もあれば。これ、ゴーゴービジネスアビエーション、これはイリジウムを作ってる会社ですね。ここは代理店ですね。うん、それからあと、フリーフライトシステム、こちらはGPS の会社ですね。うん、航空用 GPS っていうのはやっぱり日本で作って承認取ると大変なんで、うん、もういいのができてますから、これはもう買ってきて、うん、なるほどなるほど、そのまま代理店契約してね、組み合わせるわけですね。であちらはアビダインっていう会社で、はい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 、これもいろんなアビオニクス作ってるんですけど、この中でですね、うん、衝突防止装置、うんうん、TCAS の簡易版で足すっていうのがですね、うん、トラフィックアドバイザリーシステム、うん、これをうち代理店として扱わせてもらってます。まあ、実はこれ、ライアンインターナショナルって会社が開発したものだったんですけども、うんうん、そこはちょっと買収されましてね、アビダインになりまして、まあ、その流れで。いや、後ろにもあれ、認定証ですよね。これは局ですね。局の認定証ですもんね。はい、あ、局って言ってもそうか。航空局もあれば、総務省もありますね。電波だから。電波は、はい。はい。すごいですね。ゲストの方がしっかり CM の時間を終えてました。はい。早速ですけども、
この私がさっき興味があるという、はい、あの携帯電話のようなトランシーバーのようなこれなんですか、はい、これはですね、今話題に出てました CNS のうちの C、コミュニケーションの一つのツールでありますけども、我々はもう、衛星通信に特化しております。その中でもですね、衛星通信のツールとして大体広く航空で使われているものにインマルサットっていうのがあるんですけども、こちらはですね、もうすでにかなりの台数普及していますが、我々が 目をつけたのはイリジウム。イリジウム衛星です、うん、でイリジウム衛星とインマルサット衛星の違いはですね、インマルサットというのは静止衛星なんですよ、うん、あの BS 放送の ああいうあの衛星と同じ、うん、で、イリジウム衛星というのは低い高度を周回する衛星なんですね、うん、で、インマルサットの場合ですと赤道上空3万6000キロっていうすごい高いところにあるんですけども、うんうん、イリジウムは780キロって非常に低いところを南北に周回しています、うん、で、静止衛星っていうのはあの赤道上空にしか位置できない衛星なんですね、うん、地球が回るのと同じスポットでこう回ってますから、うんうん、そうすると緯度経度 あの高いところすなわち北極南極に近づくに従って、うん、もうあの通信が非常に厳しくなるんですね、うんうん、その点イリジウムはもう南北に回ってますから、うんうん、あのもう全国どこでもあの世界、あの地球上どこでもですね、俯瞰地帯がないという衛星ですね。で、加えましてですね、うん、アンテナがすごく小さい、すなわち低い高度回ってるから省電力でいいですね。あ、そうかそうか。で、無指向性のあのアンテナ、うん、で、例えばあのここに一つアンテナありますけども、これがあの、うん、イリジウム用のパッチアンテナ、うん、もうあの手のひらサイズですね、うん、インマルサットなんてこんな、はいはいはい、両手で抱えなきゃいけないので、はいはい、もうあの50センチ1メートルすごい大きいアンテナになりますが、はい、これなんかあの、直径が 8.9 センチ、うん、重さ 180g、うん、ポケットに入るサイズです、うん、こういうのでね、実際通信できちゃうんです、でこれを最初に持ってった時ヘリコプターのお客さんがびっくりしましてね、うん、こんなんで通信できるのか、うんうんうん、あの衛星通信ってでかいっていう、ね、そうですねで、さあこれを話し出すとまたちょっと話は長くなっちゃうけども情熱をいやあのイリジウムっていうのはね、一回鳴り物入りでイリジウムっていうのをサービススタートしたんですけど、うん、1年経つか経たん間にあのアメリカのそのイリジウム本社があの経営破綻を起こしまして、一、うん、回全部のサービスが停止されちゃったんですよ、うん、で日本でも日本イリジウムって会社ができたんですけど、うんうん、その生産会社になっちゃって、うんそれから何年ぐらいだったかな、3年ぐらいちょっとあのイリジウム使えない時期がありましてね、で、でそれで、まあ、アメリカの方でイリジウムを再開したっていう話聞きまして、うん、エアセルという会社とあの私ちょっとコンタクト取りましてね、うん、代理店契約結んで売らせろと、うんうん、その時に持ってきたのはこの小さいアンテナで、これはすげえと。でこれを入れたところですね、やっぱりヘリコプター業界ですごくですね画期的な製品だということで、うん、ものすごくブレイクいたしまして、うん、ただ不思議だったのはどこも競合が出てこない。ああ、なぜかというとイリジウムって一回経営破綻してるんでみんな手出さないんですよ。ああ、うん、そういうところに我々はもう入っててですね、ああイリジウムもう売るだけ売っちゃいましたね、もうバーッとヘリコプターで普及させまして素晴らしい経営手腕。で10年ぐらい経ってからぼちぼちなんかこれ美味しい商売みたいだなって今日が出てくるんですね。今日行っちゃっていいんですか。そんなあの経緯がありました。それでこのイリジウムとこのマップ装置、うんうん、これを組み合わせまして、うん、で我々その最初にこのマップを作りまして、うん、で動態管理も作ったんですけども、うん、最初の東京消防庁の時はインマルサットしかなかったんです。それ使ったんですよ、うんうん、ちょっと技術的に問題がいろいろあったので、うん、非常に厳しかったんですけども、うん、ただインマルサットは我々代理店権取れなかったんで、うん、で、N はある、うん、S はあると、うん、あと C のコミュニケーションがないっていう状況がしばらく続いたんですね、うん、でイリジウムの代理店権を取った時に、うん、これで3つ揃ったと、うん、これで我々はブレイクできるぞっていうのが、はい、やっぱりね、うん、1つかけるとダメですね、うん、3つ揃ったおかげで今のナビコもあるようなもんですね。実際に
じゃあその3つが揃うまでの間っていうのはやっぱりそれなりにご苦労もあったという、ね、いや苦労ありましたね。やっぱり試行錯誤でそんなに急に大きくはできないですね。逆に一方、この3つが揃ったからこそ、もういろんなものに展開して、例えば他の機械だとどういうのがあるんでしょうか。これはね、いろいろありますけど、うん、これもイリジウム、これもイリジウム、これもイリジウム、全部イリジウムなんですよ。うん、これはハンディタイプで航空、特に航空用というわけじゃないんですけども、うん、こちらとかこちらは航空用で、こちらヘリコプターで結構使われてます。うん、で、こちらはエアラインで使われるタイプのやつですね。はい、それから真ん中にある、これはちょっと新製品で、うんうん、新しいイリジウムネクストという衛星に対応した、うん、高速大容量通信のできるデバイスなんですね。これがまだちょっと製品とか免許の問題がいろいろありまして、うん、サービススタートしてないんですけど、今年はまず間違いなくスタートできるだろうというふうに考えております。じゃあこういうのもご自身というか、社有機で搭載して、実際に飛ばせてデータを取ってっていうのも社内でやられてるんですよね。やってます。はい。感じて。これ飛ばしてる方っていうのはいるんですよね。いますよ。はい。呼べますか。あ、ご自身で。そうか、玉中さんも。私も飛びますけどもね。それは仕事として。仕事ですよ。はい、すごい。で夏はですね、はい、社有機を北海道の十勝の大気町っていうところまで飛ばしてですね、うん、そこでちょっと町が立派な滑走路を持ってるんで、うん、1週間ぐらい実験をやるんですよ、飛行実験を、はいはい、去年もやりましたけどね、はいはい、だから面白いですよ、こう茨城県の大鳥飛行場からね、はい、大気町までこう空輸するんですけどね、はい、その間私実際に飛んでったんですけど、はい、社員が地上で動態管理システムで監視してるわけですね。監視されてるわけですね、社長が。でもメッセージとかこう受け取れるんで、うん、じゃあ10時の花巻のメーターちょうだいとかってね、気象情報ですね、うん、言うとパパッとこうアレンジして送ってくるんです。これ便利なんですよ。便利ですね、うん、非常に便利ですね。なんかエアラインみたいですね。ちょっとそれっぽいですよね。そうですよね。それっぽいですね。それが小型機にもし普及すると、本当にそれこそ地上からのリソースがもう常に入れられて、安全に本当に起用できる。いやもうこれは消防災ヘリでもう実現してますからね。ですよね。あとはじゃあ小型機に全部入ってもらえればいいということですね。そうですね。ぜひ。その今お話があったその様々な、部署で活躍されているこの開発の方々っていうのは社員さんがいらっしゃると思うんですけど、今日は来ていただけるってこと、呼びますよ。呼びますか。すみません。じゃあちょっといきなりで申し訳ないですけど、じゃあ一回呼びましょうか。はい。はい。では、今からちょっと入れ替えを行いますので、はい。先ほどですね、玉中社長の、指示でですね、招集していただきました2人のユニークな、社員に来ていただきました。田中さん、ご紹介お願いいたします。はい、こちらがですね、一ノ瀬ひろき。はい。あ、ひろきです。ひろき。はい。一ノ瀬ひろき。で、こちらが高橋義則君。はい。で、一ノ瀬君はですね、元航空自衛隊で戦闘機の整備をやっとった人です。で、高橋君は、アメリカのライセンス取ったな。ってメキシコで、でメキシコに行ってメキシコでパイロットの仕事をしとったという借りたんです。メキシコでパイロット で航空自衛隊整備士が今こちらにいると。はい、そうです。素晴らしい。で、一ノ瀬君の方は今モーターグライダーの練習生ということで、うん、社有機で一生懸命練習しております。いいですね。ちなみにそのメキシコだったり航空自衛隊だってご経験ありながらこのナビコマビエーションを選んだのはどういった理由なんですか。自分の場合はですね、こちらの会社とつながりがもともとありまして間接的になるんですけれども、うん、一番大元がですね、自分が大学生の頃に、うん、社会人クラブの方に所属しておりまして、でその頃からですね、こちらの会社の、坂本さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そちらと、知り合いになっておりまして、うん、でもうそれからもう出会ってからですね、もう十数年経つんですけれども、うん、ちょうど一昨年ですね、こちらの会社に入って一緒に働いてみないかということでお誘いを受けまして、で話を伺っていくうちにだんだんこの会社いいなと思って入りました。なるほど。で頭のどっかにはもしかしたらグラウダー乗れるかもしれないって思いながらですよ。ありがとうございます。
これまたメキシコからまた日本に帰ってきて、はい、ここで乗ろう、ここで働くと思った理由は何ですか？簡単に経緯を申し上げますとですね、私がメキシコにいた当時、インフラが激しくてですね、1ドルが3ペソだったんですね、うん、それが私が滞在していた3年の間に、10ペソまで膨らんでしまって、でどん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 もうお客も減ってきてしまって、うん、でお客様もほとんどローカル客ばっかりだった、うん、で当時私が働いていた会社に保有していた機体もですね、うん、もうビジネスジェット機2機あったんですが、うん、それを売ってしまって、うん、っていう状況じゃないとやっていけない状況になってしまいました、うん、でそういったところでですね、ちょっともうライセンス持っているのに飛べないなというやんばるクイナー状態なんです。ありがとうございます。それでですね、もう本当に仕方なくもう帰国するしかないかなといったところで日本に帰国してきたんですが、はいはい、どうもですね、日本で、パイロットとして就職活動していてもですね、うん、海外で取得した免許だとか、うん、海外で、ログブックつけてるっていうので時間はあってもですね、うん、やはり日本で、教官で同じことをいつも教わってる人たちでないところで取得したライセンサーは日本では難しいですと、うん、ちょっとそういったところで人生初めて挫折を覚えましてですね、うんうんうん、それで航空関連で何か仕事できるとこないかなと、もう航空関連の仕事以外と、まあ、あと言葉会話ですね、うん、その能力を除いたったら自分何も残ってない状況でしたので、うん、なんとか航空関連の中で仕事ないかなって言ったところで、見つけていたところに、何かのアビエーションと。なるほど。いろんな方々がこちらの一つに集まっているんですね。で、実際お仕事の内容っていうのをお聞きしたいんですけども、どういうことですか？自分の方ですね、現在とカスタマーサポートというところに所属しておりまして、うんうん、主に顧客先で何か不具合が起こった際に、こちらから出向して、現地で、修正を行ったりですか、まあ、整備を行ったりというところです。なるほど、はい、それはやっぱりご自身がその自衛隊でやられた経験とかっていうのは当然生きてきて、はい、その通りです。ですよね、はい、すごい。で、飛行機に乗るというところでいうと、どういう今お仕事されてるんですか？今は機体には乗ってないんですね、まあ、操縦はしてないんですけど、うんうん、まあ、テストフライトの中で、うん、ちょっと一緒に乗ってみてくれたとか、うん、弊社の方から導入させていただいているユニットの飛行試験に立ち会うとか、そういうところで。今営業なんですね。うんうん、番組冒頭でね、この結局開発っていうのは、まあ、お客さんである、その、まあ、ユーザーであるパイロットとか、その運航会社がきっとこういうの困るだろうっていうところを、皆さんの知恵を集めて開発をして作って世に出すと。でもその時にも航空局とも何年とも調整をして、一つ一つ作り上げてくる中で、やっぱりパイロットの経験がある方とか航空従事者が集まると、やっぱりもう何ていうのかな、議論が活発になるというか、うん、そのアメリカではもう実際普通なんだよっていう玉川さんのお話が、それが今日本できてるんだなと、すごく今リアルにお話をすると世界中から来てるんだなと思って感動しました。玉川さんすごいじゃないですか。そうですよね。いや、ありがとうございます。まあ、さっきも言いましたけどね、うち航空従事者11人いますから、まあ、ほんの一握りですが、うん、他にもっとユニークなやつもね、何もいますんでね、今日全員ご紹介できたら残念です。そうですね、時間の制限がありますね。今日は2人選抜祭で、ご登場いただきまして、ありがとうございました。はい。そしたらですね、じゃ一度、梶原さん、このまま、はい、そのまま交代、もう連続でいいですよ。はい、ありがとうございます。後ろにお座りになられて、よいしょ。で、玉中さん、もうちょっとこっちに来た方がカメラ、はい、ありがとうございます。はい。いや、やっぱりすごいですね。ここに現場に来ると、1対1で、ラジオでお話をするときとは違って、やっぱり現場の雰囲気とかあるので、こういう出張放送っていうのを今後続けていこうかなと、私はちょっと思いまして、もう本当にリアルな話がいっぱい聞けて。で、先ほど実はですね、この動態管理システムっていうのがあって、うん、この、これちょっと私ご紹介したいんですけど、皆さん、うん、ようこそヘリコプターの世界っていう本があるんですね。うん、見えますかね。この本の中に、その動態管理システムっていうのがあります。で、実はこれ、載ってるんですけども、この玉中さんが著者として、どこ、伏線が来てるの。まあ、ありますので、ぜひとも皆さん、このどういうものか、そうですね、はい、ちゃんと著者として載っていらっしゃいます。若い時の写真です。
まだひげがかかる。ひらがなタイムと私の名前かなと思います。同じ名前が。はい、ありがとうございます。で、もう番組ももうそろそろなんですけども、この、ナビコム、その、もちろん今までの経歴もお話しした中で、今こういった機器を開発しました。今後、どういった形で日本の航空業界に寄与していきたいかというところを、その元航空機構の梶原さんも含めね、玉中さんとその社長としてお考えをですね、聞きしながら、番組まとめていきたいと思うんですけど、聞かせ願いますでしょうか。はじめ、私は、こう、悲願はね、うん、日本って今はもう戦後は航空後進国になり果ててしまった。これは非常に寂しい。うん、で、ぜひですね、もう、いいものを作って、うん、アメリカにもう逆上陸してやりたい、うんうん。日本初のアビオニクスシステム、うん、こういったものをですね、全世界に発信していきたいな。うん、で、まあ、さっきね、航空関係の会社は、飛ばす仕事だ、整備する仕事はいろいろありますけども、インフラの仕事っていうのはですね、うん、絶対なくならないです、これ将来的に、うんうん。どん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 発展していきます。うん、で何年経ってもですね、うん、食うネタに困らないんですよ。うんうんうん、で地上のインフラっていうのはね、やっぱりインターネットがこれだけ普及して、うんもうこう、スマホにしても、インターネットでも何ギガ BPS とかすごい高速通信できるようになりましたけども、うんうん、そういう意味では航空はまだまだ遅れてます。地上で枯れた技術がようやく航空に行くわけですね。ですからもう地上のインフラの発展を見てるとですね、うん、5年後10年後の航空のインフラっていうのは大体わかるんですね、うん、それに向けてその実現に対して努力しているということですね、うんうん、なるほど。それとですね、はい、ここに航空法を持ってきましたけども、はい、航空法の第1条ってのがありましてね、はい、この航空法第1条ってのは非常に立派なことを書いてるんですよ、うん、見てください。この分厚い本見ますかね。とにかくですね、この…この本航空法第一条、航空の最後の本ですね、その利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする、うん、これ航空第一条というのは航空の目的が書かれてですね、うん、ですから航空の発展を図り公共の福祉を増進するっていうのはこれ、大前提なんです。一条、第一条、一番最初なんですね。そうです。もうね、航空法第一条の違反してるやつが何人いるかと。時々は感じるんですけども。ああ、でもおっしゃってることがあります。要は飛行機ね促進をするんだという気持ちですもんね。そ, まあ、それに対して当然安全も担保しながらですけども、なんかここに目がいって。そうです。ここが行ってないところが時々感じられるので、はい、うん、さ我々のこう提供するシステムあるいは製品、うん、こういったものを使うことによってですね、うん、ますます航空機の安全かつ効率的な運航を増進させることができたら、うんうんうん、これはこんなに嬉しいことはないです。いや、それこそ我々の目指すところです。うん、いや確かにこれが日本製のね製品が逆に海外に行って、はい、そこで広まって、うん、一旦空上がってしまえば地球上は基本一緒なので、まあそれぞれの航空はあるでしょうけども、そういった技術が日本の技術が世界に行くと、それ夢じゃないですか。もうでも目前ですよね。もうここで今出来上がってるわけですからね。そうですね、そういうもう日本の航空業界の底上げを私はもうやっていきたい。うん、うん、ありがとうございます。はい、梶原さん、前回ラジオに出ていただいた時にね、私一つ感動した一つの例え話があったんですけども、はいはい、あえてちょっとここでもう一度ちょうど梶原さん の, 言葉で聞きたいんですけども、はい、よろしいですかね。うん、まあそうですね、前回も申し上げましたけど、まあ航空の業界と例えばそう、ね、映画とか、うん、そういったの業界っていうのは、まあ、よく似てるなっていうのが思ってまして、うんうん、例えば、エアラインのパイロットが飛行機に、まあ、乗客を乗せ飛ぶ、うん、あるいはプライベートのパイロットが、うん、まあ、友達を乗せ飛ぶ、うん、まあ、それを、まあ、パイロットになろうといえばそこに、うん、そういうことをやったらどうですかって言うんですけど、ただそれを、支えてる人たち
の裾野の広がりってすごい大きいものがある、うん、まあこれは自分が働いてきて、うん、思います。それはまあ管制官がいたり、あるいはこういう装備品を作るメーカー、うん、飛行機を作るメーカーがあり、それは訓練をするというところがあり、うん、まあそういった支えの中のピラミッドの一番トップ、うん、まあ、僕はそこが偉いわけではないと思ってるんですけど、それに支えられてそこがパイロットあるいは飛行機が飛行するっていうのがあると思うんですね、うん、これ映画で言われるところの、まあ、要するに役者だけが偉いわけじゃない、うん、そこには監督がいい、脚本家がいい、うん、いて、で音声さんがいい、うん、照明さんがいて、そういう、あるいは音響さん、うん、そういうものに支えられて、例えば役者があって映画が出来上がっているというところだと思うんですね、うん、で、まあ、別に俳優だけが、主役ではない、うん、主役ではない、その裾野があってそこが成り立っていくんだから、うん、まあ、航空としてはそのパイロットだけじゃなくて、その裾野の広がりで航空の業界を、うん、特に日本の業界を盛り上げていくっていうことができると思うんですよ、うん、で、まあ、よく我々はたった30人の、小さな会社なんですけど、うん、じゃあ皆、その小さい会社が何言ってんだっていうような、もう大風呂敷を広げたようなもんだと思うんですけど、でも例えば皆さんのね、あの航空でガーミンっていう会社を知らない人はいないと思いますけど、うん、今のガーミンが20年前どういう会社だったかっていうことを考えればですね、うん、決して何にでも始まりはあるっていうふうに思っていて、うんうん、そこを我々はあのね、あのいろんな経歴の、うん、メンバーをが参集しているので、うん、活かしながら営業もカスタマーサポートも開発も製造も、うん、まあ、力を合わせて何かの形にしていくことで社会に貢献できるんじゃないかなっていうふうに思っています。いや、ありがとうございます、はい、もちろん私の番組のタイトルはね、うん、パイロットになろうなんですけども、まあ、番組は開始した前当初はパイロットになろうだったんですけども、たくさんの方とお話をする中、やっぱり航空業界に携わる方々全体が一緒になってあの航空を盛り上げようと、今玉中さんもおっしゃってましたけども、本当に、さまざまな力を一つに集結して日本から世界に発信をする、それがもう今スタートしているわけ できっとね、これラジオを聞いて賛同してくれる方、いろんな業種の方がいらっしゃると思います。もしくは学生さんもいらっしゃると思います。先ほど玉中さんがおっしゃったように、その航空っていうのインフラはもう本当どん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 増えてくるんだっていう、すごく将来性がある話じゃないですか。例えばその学生さんたちがね、あ、もしかしたら自分文系だけどもこれからちょっとあの理系を勉強して、そういった道もやっていけるのかなって思うと、チャンスはゼロではないですよね。文系だけでも結構ですよ。おら、ね、全然皆さん聞きましたが文系でも OK です、ね、あの若い力必要としてます。なるほど、興味ある方はぜひコンタクトしていただけると思います。玉中さんの前回の話で興味があれば何でも乗り越えられるっていう話をすごく、はい、印象に残ってるんですけども、いわゆる若い学生さんたちがこの今の今日の玉中さんの話、梶原さんの話を聞いて、このマビコファミュエーションっていう話を聞いて、あ、これ将来自分も、航空にかけてみたいと思うんであれば連絡をすればいいわけですね。そうですね、いいんですよね。いいんですよね。あのホームページに、ホームページに、ホームページをご覧ください。でもう楽しい、面々が揃っていますので、もう飛行機の話 でもしかしたら飛行機に乗れるかもしれないとグライダーの免許を取れる感じ。玉中さんご自身が教えられるんですよね。あ、私教育証明持ってるんですよね、はい、社長自ら教えていただき、こんな素晴らしいないと思いますよ。あの一ノ瀬君の初ソロ私が出しました。初ソロおめでとう。ついこの間ついこの間ですよね。ですよね。いや本当に航空業界をこうやってあの日本からどんどん発信、盛り上げていくっていうのがあの、まあ、私の番組のその、まあ、コンセプトであるので、今日こういった、ナビコマビエーションこの東京から放送できて私としても非常に光栄です。まあ、今後もあの、まあ、直接いろんなあのコンタクトを取りながらですね、お互いに近くの人間たちを盛り上げて日本の全体の航空を一緒に盛り上げていきたいと思います。うん、今日は本当に貴重なお時間をこの会社の中も、占用させていただきました。ありがとうございました。あとですね、時間残りまでですね、カメラをちょっと移動してですね、あの向こうの、認定証の方をちょっとお見せしたいと思いますので、あと1分ご覧ください。はい、でこれはカメラの絵が見えないか、はい、見えますかね、見えますかね、見えますかね、ちょっとこれかな、見えてる。はい、私どもはね、あの航空関係以外にも、そもそもデパ関係のお仕事をしてますので、ね、こちらの総務省 の航空事業者の協力証です。こちらは使用承認ですね。はい、それからあと、こちらが認定事業上の、はい、
認定書。ぜひこれは会社にお越しになって本物を皆さん見てください。はい、はい、本日はナビコバリエーション株式会社から玉中社長と梶原部長のお二人にお話を伺いました。貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんさよなら、また来週です。さよなら待ってますよ